さて、応用問題をご紹介しましょう。このように、2本の直線があり、その式がわかっています。そして、このように、X 軸に垂直な直線と、それぞれの直線との交点が、P、Q、であるとします。この図で、PQ 間の長さが、4になるときの、点 Q の座標を求めよ。という問題です。早速やってみましょう。このように、点 Q の X 座標を T とすると、点 P の座標は、この式を利用して、カッコ T、コンマ T プラス5と表せます。また、点 Q の座標も、同様に、カッコ T、コンマ 0.5T プラス2と表せます。よって、PQ の長さは、点 P の Y 座標から、点 Q の Y 座標の値を引けばよいので、PQ イコール T プラス5、引く、カッコ、0.5T プラス2、と表せます。ここで、PQ の長さは、4である、というのだから、この式は、このようになります。この方程式を解くと、結局、t イコール2と分かりました。つまり、点 Q の X 座標は2です。また、点 Q の Y 座標は上の式に代入して 0.5×2 プラス2で3と分かりますので、結局、点 Q の座標は、カッコ、2、コンマ3です。さて、もう一問、応用問題をご紹介しましょう。このように、2本の直線があります。それが、交わっているとします。この時、この、2つの直線の、交点 P の座標を求めなさい。という問題です。早速解説します。交点においては、二つの直線が同じ高さになっている。ということがポイントとなります。つまり、交点では、Y 座標の値が、等しい値になっているのです。よって、それぞれの直線の式を利用して、このような方程式ができます。この方程式を解きましょう。移項して、x-0.5x イコール5-2よって 0.5x イコール3両辺に2をかけると x イコール6となりました。これが交点の x 座標です。 y 座標はこの式に代入して y イコール6プラス2で8。よって、求めたい交点の座標は、カッコ、6.8。とわかりました。このように、直線の交点の座標を求める場合は、その2つの式の、連立方程式を解くことになります。